はい、じゃあね、また次の試合行きましょう。実は2戦目が撮ってあったんですが、撮影しながらやってたんですけど、彼に負けたので、多分ボスにしてると思います。これは3戦目です。じゃあ、今回も速攻で、割と範囲内に入りますね。でね、PC 版やってて気づいたことあるんですけどね、やられた時のね、あのチキンの羽の演出がめっちゃ綺麗っていうね、そんなところかよって感じなんですが、まあ細かいところはね、やっぱ、ちゃんと設定しておくと綺麗になってるなと思います。どこに落ちよっかなー。では。でもやっぱりね、さっきの収録、多分ボスにしてる試合も華麗に普通に打ち負けたんで、考えないとなー。よし、とりあえず適当にここら辺に追いついて、周りに人はいないだろうという時にやりたいんだけど、ちょっと嫌な音したな。いやー、ちょっと待って、早いよ。ここは引きます。お、ここは引きます。なんか多分そこにいた二人ドンパシやったな。ん？あー、やっべ。びっくりした。まあ、ここを序盤制すとね、いろいろと手に入っていいのかなとも思うんですが。やっぱり PC 版だとな、当たる感じ違うのかな、人のユーザー層。まあ、僕はちょい久しぶりっていうのもあるんですけど、頭にね、おっと、これは、間際にぶったたかれることが多いんで、ちょっとびっくりしてますが。これ体力さえ回復できれば、ちょっと喧嘩売りたいな。さすがにこの武器を持ってても。遠くからならいけるか。攻撃をここにしてしまったが。よし。あれ、ボットですね。あれ、ボットですよね。ちょっとボット判定士の方ちょっと教えてほしいんですけど、あれはボットでいいですか？ボットですよね。はい。すいませんね。前、ちょっと僕の動画、コメントとかも見てるんですけど、それはボットですよって言ってくれた方とかたくさんいて、嬉しかったです。ありがとうございます。僕もね、やっぱりね、大体そう言われる、まあ、そもそもね、あんま僕こういうゲームしないんで、そういう要素があるっていうことをね、初めて知ったぐらいなんですが、確かに言われてみると動き変だよなって思います。そういうキャラはたまにいますね。よし、行きましょう。たまにというか、もしかすると結構このゲーム、時間帯によってはそうなのかなと思いますね。だからね、ちょっと深夜帯に勝てて嬉しいなと思ったことあったんだけどね、あんまり、そういう時はね、ちょっと気を引き締めることにしました。そんなにプレイヤーはいねえぞと思いながら。だからまあ、割とコアユーザー大きそうな時間に勝てると嬉しいかなと思うことはあります。どうだ。やるか。これでまあ、あいつアーマーは剥がれたでしょ。あの二人ちょっと狙いたいな。そもそもどっちももらいたい。よしっけ。あいつは、あれか。アサシン特有のあれか。逃げたな。どこに行った。玉でもう勝とう。ちょっと待って、しゃがんで。ちょっと教えていただきたいんですが、あれはボットですか？どうですか？とりあえず倒してもらって。これはまあいいわ。これ結構好きです。即時回復するんで、ちょっと待ってね。やり合うか。あいつ、勝手に一人倒してやっぱ粘性したいかなと思うんですけど、どっからしてるこの音。うわー、いい。ちょっと待って。よし。よくならこっちが。ついでにこれ飲んで。
当てろ当てろ当てろ。いやー、くそ。もう一回、もう一回、もう一回。え、どこ？え、見えたよね。よし、よし、よし。さあ、キャッシュして。ちょっと多分、ボット臭かったけど、まあいいや。こっちにします。いっぱいだ。作ろう。誰かいる？誰もいない？誰も来てないね。ちょっとね。まずはルーンで、あとは移動アビリティで。まあ作れるものが細分化されたのに、ちょっと分かりにくくなった感もあります。もう全部なかった。ここでもう一回ちょっと余裕あるから見せますが、これがどっちかよくわからないんですよね。ニュートラルオフハンドアビリティか、クラスオフハンドアビリティ。まあこれはちょっと後でしっかり覚えておきますが、ちょっと待ってね。こっちが攻撃防御。ちょっと待って、こっちじゃない。でだ。まだ余裕あった。周りに敵はそんないなかった。移動として、ここら辺のものを漏れなくすべてもらいましょう。よし。55か。半端ですね。漁ればなんかできるかな。まあ、ここ入りたくないんですけどね。ことごとく宝箱の位置を避けてしまった気がする。お、ちょっと待って、あそこにいいもんあるじゃない。まあ、今から狙うとすれば、そうですね、そこそこの防御アビリティか武器を変えるかですが、あ、ハンマー好き。もらいます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 。一瞬音気があって、気がする怖い。迷うなー。これも結構好きなんですけど、ちょっと無理やりっぽくなる。どうしよう。ハンマーあればいいかな。ちょっと待って。いや、ここはちょっとウォリアらしく行こうか。ウォリアのいいとこ見せてやれ。よし。これで、来てんな、誰か。ちょっと待って。ちょっと今当ててくぞ。よし、かすった。近づこう。ソードマスター、ヤマト。よし、ゲー。ちょっと待って、誰か来た。危ねえわ。熱い熱い熱い。ちょっと待って、ちょっと待って、帰ろう。帰ろう、帰ろう、帰ろう。いやー、ちょっと待って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 。まずい。まあいいや。帰ろう、一回。どっからしてる音。あれは、あれですよね。炎が出るポンポンって出す。爆弾撃つようなガンだよな。まあいいや、シャドウ溜まったんで、どっかで厳正するぐらいの気持ちでいきましょう。武器的にはいいもの持ってるんだな。あとはじゃあ、ルーンとか、そういうのをちゃんと作ろう。キノコ、ファンガルジャングルの真ん中の2階あたりにね、初戦で見せたと思うんですが、一応作る場所があります。あいつ走り去っていったかな？いいですか？あー、ちょっと待って。なんかやばいよ。待って。ちょっと待って、入っちゃったー。やばい。やばい。
逃げましょうか。この音は動物を出した音かな。そしてね、僕、基本的に、ウォーリアー使うときは、ライフ自動回復にしてるんですよ。そういうスキルがあって、それをね、プラススキルみたいなのつけてるんだけど、今はね、最初から PC 版始めてしまったという弊害でないんですよね。これは痛い。つらいな。流れ弾当たっただけなんだけど、普通に死にそうになってる。なんかないかな。ことごとく宝箱を無視しちゃってる。ちょっと一瞬借りていい？ちょっとだけ。まだちょっとウィンドウがね、赤いですが。いっぱいだよね。ダメですね。嫌な音がしたよ。サハインギリギリ歩いてます。むしろどこか作れる場所に行った方がいいんじゃないかなと思ったけど、ここら辺になかったっけ？あ、そっか。嫌な音すんなぁ。撃たないでくれ。てか、会わないでくれ。今日は正直誰とも会いたくない。あ、よかった。まだあるか。次ですね。次の移動の時にここにいるわけにはいかない。ちょっと待って。ドッジロールはダメか。一回変えて、一瞬また使います。で、行って、まあ、元に戻します。回復なんかできたもんじゃねえな。いや、いつもポーションを飲み捨ててるような人だから。ちょっとありがたみがね、肌で感じます。おー、これはこれでちょっといいなぁ。魅力的だなぁ。どうしよう。迷う。ちょっと待ってね。やっぱりね、ウォリアーといえど、ちょっと待ってね。こんな伝説の剣置いといていいのか？まあいいわ。ウォリアーといえどね、やっぱりね、撃てる武器あった方がいいなと思う時は結構あるんですよね。ちょっと変えました。基本はハンマーで牽制していきたいと思うんですが。さて。ちょっとね、一瞬マップ見ますか。作れる場所の余裕がほぼないな。これはもうどうすりゃと。とりあえずどっかからポーション溢れてるようなところに行くしかないな。1個くらいくれ。お、1個くらいポーション出てたね。よかった。2個出たね。オッケー。よし。ライフの安定感はちょっと出ました。さあ、作る暇はあるか。あ、そっか。意外と人がいなければなぁと思うんですが、もう9人か。今日は早いですね、この範囲内。この範囲でこうなるのは。さあ、ここまで来たモスならあまり宝箱に飛びつくとも思えないんですが、ここを誰かがいるってことは普通に考えられるが、ね、遠征するのは違うか。もうちょい真ん中か。この辺りね、収縮するときに、ちゃんと真ん中にいないと変なことになることがあるんですよね。上に乗れなかったりする。チャンスかな。あとは、何がないか困るわけでもないけど、これをちょっと作ります。これが攻撃系のアビリティでいいよなと勝手に思ってるんだけど、合ってるよね。なんか、ここで作る名前もうちょっとわかりやすくしてくんねえかなと思うんですが。まずい、なんか、足音来た。
正直あんま痛くないんで、これ作って品定めしたら消えます。はーん、あ、これが、あ、違ったな、僕の印象と多分逆だ。これで可能であればこの辺り上乗っときたいんだよな。はあ、ちょっと待って、結構ジャンプ頑張るんだね。ここまで乗ったことあんまなかった。ちょっと待って、ちょっと待って、はいよはいよ。誰かがこれを争ってるね。まあいいや。正直この順位はあまりね、お近づきになりたくないので。2、1になるまで、うん、そう。2人になるまではね、動きたくない。2人になっても正直動きたくないんですが。さあ、ちょっと静かにしますか、この辺りは。手元何持っとこうかな。ハンマーはやっぱ、ちょい遠くに当たりますが、それでもダメが、かなりえげつないので、嫌いではないです。だし、やっぱり確実にヒットさせないとあれなんですけどね。どっから落としてる。この建物ってどこまで上登れるんだろう。残りプレイヤー4人か。最終的にはここの上になるのかな。そうだね、ここ、ここの辺りになるんだな、きっと。倒せ、倒さないとやばい。ああ、びっくりした。危ないものは、まあ、ここにあんまり気にする必要もないんですけど、おっ、シールドポーションか。僕は今回これに頼りましょう。この辺りはまあいいです。これで残り3人か。頑張ってんね。まあ上人ね、普通に上がってくるわな、当然として。どこにいるのがいい。中央はだいたいここなのか。うわい、中央は確かここら辺ですかね。ここの外っていうぐらいかな。タイミングによってはこれ下手すると敵上上がってこれないこともあるから、その時はね、まあ上から下狙っていくなりしましょう。一回だけね、動画撮ってない時にそういうシチュエーションになったことあります。なんかその時ね、確か勝った気がする。さあ、ここはギリ範囲かな。そしてまああまり、おお、びっくりした。すいません。今、あまりやる気なかったんですけど。A で押し込んじゃった。どこでこの音してる？あれはフレアの、あ、やべ。多分、僕に気づいたやついるな。もしかすると。違うか。今の SE はフレアだよね。敵を索敵するような、そんな、支援スキルというか、アビリティですが。はい、視聴者数1人って出ますね、たまに。動きがないんですけど、動きたくはないんで。あんま上登ってくるとか考えてないっていう可能性もありますし、ここ範囲に入ってるよね、大丈夫だよね。ごめん、ちっちゃくてわかんない。多分大丈夫だと思うんで。誰かが今隠れたな。いったなぁ。いったなぁ。あの人どうした？こっち。ダメだな、これ。ちょっと待って。
場所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 どっちどっちどっち、あっちいた。まあしょうがない。そう、これは隠れたな。これはなぜ姿がない。あーしまった。えどうした。これで13秒隠れるのか13秒隠れるのか。うそーん、ちょっと待って、あと1人どこだ。いやーまずい。ね、なんとか。Yes, healing. 倒した方がいいか。ちょっと待って。いやー、ちょっと待って、あっち行くと追い立てられるでしょう。うわー、ちょっと待って、なんだなんだ。やべ、すいません。ちょっと待って。まあ、一人はいいんだ。もう一人どこにいんの。あー、動かない方がよかったかなー。やばい、来てる。Using a health potion. どっち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 。ちょっと待って、でも収縮が決まって迫ってんな。どこ行った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 。足音はするんだが、ちょっと待て。いやーお前は待ってよ倒すか。いやーくそくそ、意欲負ける。あーくそ、あと一人どこだ。もうねー、アーマーポーションいっぱい持ってんだ、ね、あの人。いやーちょっと待って、足りない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 のと、あと一人どこだ。あ、生きた生きた生きた生きてる生きてる。ちょっと待って、生きてんのマジでそれはいいんだが、あともねえぞ。なんだこれ。あ、一人いたいたけどさ、あ、二人で上でやり合ってる。いいぞ、もっとやる。よし、俺がなんとかしてやる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これって、アーマーポーションもう一回再開で。Not yet. Healing up. うわ、きっつ。これどうすりゃいいの？ちょっと待って。上がれにも上がれにしてさ。これって最終的な体力勝負ですか？それ、あいつ絶対なんかここ入ってくる以外に僕撃つ必要はないと思うんですよ。うわ、これどうなんのまあこれはもう時間切れになって、その後に体力勝負ですよね。いや、ちょっと、あ、いた、接近戦来た。あー、しまった。タレットが強かったねタレットうるさいわこれ僕ね、相手回ったと思ったんですけど、来ましたね。うん、終わり。やかましい、やかましい。あー、積極的に来たな。まあ、やっぱ上がこういう時有利ですよね。これはな、あのタレット持った人、僕と上で争ってた人だから、そこでちゃんと削り入れたりとか、まあ、あわよくば倒してればよかったなと思います。そこのちょっと追い込みが甘かったかなと思いますね。よし、OK。こうやってね、一回解放したものをどんどんね、出てきます。よしよし。まあ、やっぱ PC 版は、クラッシュしたいんで、そんな気分でまたね、次に行ってみましょう。2位か。とりあえず PC 版ではね、最高順位です。まあ、続きまた行きます。